くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体10作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったらごめんなさい。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。聖女に嘘は通じない、エリスの聖杯のような、非常によくできた探偵物なろう系作品。ある程度巻数が溜まったら多分ほぼアニメ化するであろう品質の作品。内容は、孤児で詐欺師みたいな感じの師匠の元で育った修道女のゼニゲバの女が主人公。こいつのところに、メインヒーローの腹黒が現れて、大N会、聖女選定、コンクラーベが行われるとの情報が来る。そのコンクラーベ最中に聖女候補の一人が誰かに暗殺された可能性がある。その異世界では、聖女は能力者の可能性が極めて高く、動物と話せる?とか何らからの能力を有している可能性がある。このままだとコンクラーベがうまくいかない可能性があるので、嘘を見抜く能力者の主人公のゼニゲバを聖女候補として、コンクラーベに参加させるという体から始まる聖女候補の中の、一体誰が犯人なのか?な探偵ミステリー作品、犯人は安なのぜ。この漫画のモルトベーネな部分は、殺人事件のトリックに超能力が使われた可能性があるという超能力込みでの推理展開としている部分。そして能力者は自分のスタンド能力を隠しているので、誰が犯人かを見つけるためには、まずは相手の念能力が何なのか、を見つけるところから始めないといけないという、能力含めの探偵物として成立させているシナリオ力。次に、ややネタバレになるかもしれないが、主人公は嘘を見破れる能力能力者だと周りに思わせている無能力者であるという設定がベネであり、単純に凄腕ギャンブラーなのでコールドリーディングが得意ってだけのファンピーという設定。なので主人公は順序立てて謎を一つずつ紐解いていかなければならないし、相手は能力者という上位互換に対して推理力のみで応戦しなければならない部分の描き方。自分が能力者ですよという手前、相手に主人公がファンピーだとバレないように立ち回らなければならないだとかといった過程の描き方だったり、ミスリーディングの配置の仕方、容疑者候補前面をきな臭く描く作画力と構成力がクソ激烈にお上手なミステリーナロー系作品。ナロー系でこのクラスの品質を提供できる作家が出てきちゃうと、ますますナロー系ってジャンルはレッドオーシャン化したなって思うのぜ。引きも十分だし、作画もしっかり優秀な作画担当をつけているし、ほぼアニメ化が約束された作品。99回断罪されたループレイ上ですが、コンゼは超絶愛されモードですって。真の力に目覚めて始まる100回目の人生、クソ超タイトルの漫画。この漫画のモルトベーネな部分は、悪役霊嬢もので、変顔がお上手な作品は面白い、というおまんじゅうの法則を見事に当てはまっていること。とりわけ、カマセイヌの聖女の変顔だったり振る舞いが、北斗の拳に出てくる邪気様だったりアミバ様といった愛すべき、やられキャラ並みにお上手にデフォルメできている部分であり、コメディタッチにできている部分がシャーンナローって感じの漫画。内容は悪役霊嬢もののテンプレよろしく、洗脳魔法使いのカマセイヌ役の聖女が現れて、主人公は断罪されるが、なぜかタイムリープ能力を有しており、99回 RTA を走ったところからシナリオが始まる。この主人公は国外脱出しようとしたらシナリオの強制力によって、馬に蹴られてガメをべらしてしまうとかそんな感じで、どうやってもループから抜け出せないので、後半はいかに断罪で笑いを取るか?みたいな若手芸人をしていたら、ループ100回目にして、能力が解放。すべては聖女の洗脳魔法のせいだったんやということから、前半はどうやってこのカマセイヌちゃんをざまあしようか?と奔走するシナリオ。とりわけ、作家がしっかりカマセイヌの聖女が好きって感じがよくできており、カマセイヌの変顔もそうだし、振る舞いも含めて邪気様並みにいい感じのキャラで出してるし、作画担当も作家の気持ちに寄り添って、いい感じのクズキャラを生き生きと書いてくれててモルトベーネ、北斗の拳でも、作家のブロンソンがあと何週かで、自分の大好きなカマセイヌを殺さなきゃならなくなってツラタンって言っていたように、作家が好きで作ったキャラクターってしっかり読者に伝わるのぜ。だから悪役霊嬢ものとかでカマセイヌ出すときは、徹底的にカマセイヌとして書いてあげた方が、読みても書きても三方よしなんじゃないかなって思うよ。コメディタッチで非常に面白い乙女漫画なのだが、多分アニメ化はしないと思われる。理由は、悪役霊嬢ものでアニメ化するためには、ある程度男性の読者も面白いと思えるような作風にする必要があるのぜ。だから、ターゲットを完全に女性向けにして、逆ハーレム候補たちが、俺がお前のことを守ってやるとか俺様についていけばいいんだよとか、メインヒロインの主人公がこんなにお慕い申しているのに、とぼきてみたいな感じの作風だと、太
不特定多数の男性はボエってなっちゃう可能性が高い。こういった作品はアニメ化しづらいのぜ。この漫画はコメディタッチで面白いんだけど、主軸はあくまで恋愛もので、ハーレム候補のヒーローたちが文やポエムをしたためて当分過剰なセリフとか演出をする作品だから、そこが乙女漫画に偏ってるかなって思う。例えば狙撃列にお上手な乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったわ。主人公の性格設定がドラゴンボールの孫悟空のような竹を割ったようなノース筋設定で、桜木花道や浦飯雄介のような自己排定感の塊のような少年ヒーローものの性格設定しているのぜ。男性陣からの好感がモテるキャラで座しているし、ハーレム候補に対して主人公はほぼ一切好きとかの感情が持っておらず、逆にハーレム候補たちが主人公にうざがらみをするというバランスがモルトベーネだし、男性が楽しめるという部分が強く意識された作風になっている部分が語彙数なんだよね。特定の性別にこびる必要は全くないのぜ。ただ、特定の性別がおおよそ忌避する振る舞いだったりシナリオがあって、そういった部分を回避してシナリオを作っておけば、アニメ化しやすい作風になるってだけで、何をゴールに設定するかによって作風を変えたりすればいいんじゃないかなって話です。ゴリッポリのワッチは婚約破棄されたけど、ずっと王子様のことを慕いしてアリンスみたいな作風が好きで、そういう作品が作りたい得意っていうなら、無理に持ち味だったり好きを封印する必要はないと思いますし、ご器用に地雷回避して作った作品が必ずしも面白いとは限らないですし、話は戻りますが、この漫画は作画もお上手ですし、キャラクターが生き生きしているし、コメディタッチでかませ犬の聖女も含めてとても面白い。ちょうど綺麗に終わるようなマイルストーンもあるし、1クールくらいアニメ化してみてもいいんじゃないかなって思えるような作品。隠れ転生勇者、クラス全員異世界転移されたというシナリオであり、主人公は輩のクラスメイトにいじめに遭っているというテンプレから、そんなクラス全員転生を嫌がった主人公はなぜか一人だけ美少年の初太転生、初期スポーン地点もいわゆる城からスタートしないという感じで、クラスメイトたちとは一切接点のない場所からスタートするという部分がすげえなって思う作品。というのは、主人公はクラスメイトの DQN から家を燃やされるみたいな感じの犯罪の被害者に遭っているって設定だけど、主人公はせっかくあいつらと関わらないで済むなら一生関わらないで OK みたいな設定している部分がすげえのぜ。もしかしたら中盤以降リンクさせてザマーさせる展開も用意しているのかもしれないけど、ここまで前半主人公が関わらないって設定なら、わざわざその設定いる？って思う部分を入れ込んでいる部分が普通になろう系って感じで語彙数。まさしく、チート特典を使って冒険者をしつつという感じの、ほぼ一切クラスメイトに関わることもなければ、自分をいじめたクズをザマーすることもないという感じのシナリオ。それと、割と新鮮なのが、ここからややネタバレだが、クラス全員召喚された異世界がテンプレ通りのクズ人族至上主義の世界ではなく、むしろ勇者のスキルを手に入れたクラスメイトが犯罪者という設定であり、異世界召喚ガチャで外れを引いた王家が、猛獣使いをしなければならないという部分の設定がテンプレでなくて新鮮。異世界召喚ガチャ回したら、ハズレを引いて犯罪者の DQN を引いてしまったけど、戦力として使わないと世界が壊れちゃうし、でもこいつら目を離すと何するかわからねえから心労がマッハという感じのロボコップ2みたいな感じが新鮮で面白いのぜ。主人公は装飾系の初太なので、主人公も含めた疑似ハーレム拡張漫画だし、シナリオの展開は闇鍋ちゃんぽんみたいで語彙数。前半のレベリングの過程が丁寧で面白いという感じの、非常にちぐはぐなのだが、奇跡的に成立しているとかそんな感じの非常に斬新な部分がベネナ作品。異世界で始める二拠点生活、シナリオがただの神シナリオという、スローライフものとして徹底してる、ナロー系スローライフものの中で段違いに面白い作品の漫画。シナリオは主人公は社畜のリーマン。こいつがなんやかんやあって異世界転移した後に、チート特典として空間魔法を手に入れる。この漫画のベネな部分はこの空間魔法を使えば、ザ・ハンドのような空間を削り取ることもできるので、冒険者として無双できるのにもかかわらず、空間転移と空間を使ったアイテムボックスを使って運び屋を始めるという、ほぼ一切冒険者らしいことをしない部分の徹底ぶりがベネ。とりわけ空間魔法というチート能力をしっかりちゃんと有効利用しているし、時魔法、空間魔法、錬金術はナロー系における三大チートなのぜ。まあ、創造魔法が時魔法と空間魔法の上位互換なんですけどね。この漫画はタイトルの通り、田舎の牧歌的な場所とそこに住む人間を気に入った主人公が、スローライフを始めるという話だが、出てくる登場人物にクズが出てこない優しい世界だし、資産ゼロからの拠点構築のシナリオ進行の丁寧さだったり、描写のリッチさがとてもよくできており、スローライフ漫画として非常によくまとまってる作品。優しい世界なので、
登場人物にクズがほぼ出てこない部分も徹底しているし、拠点構築の過程のレベリング描写も非常に丁寧だし、読んでて早く続きを出してくれよ、もう待ちきれないよという感じで読みやすいし、ページをめくる手が止まらない。こうこうこうしてお金を稼ぐとか縁をつなぐってシナリオが全然ご都合主義っぽく感じないし、空間魔法もらってスローライフするならこうなるよねって感じが、モルトベーネなアニメ化してもいいんじゃないかなって思える作品。重箱の隅をつつく発言をすると、この漫画はナーロッパ、ナロー系ヨーロッパな世界観なので、都市交通には馬を使うんだけど、なぜかガラスがあるし、ガラスを田舎まで流通させる謎システムが存在するし、キッチンも2000年代のジパング並みの IH キッチンっぽいし、街はやたら小綺麗だけど移動は馬だし、モンスターも魔法もあるというナロー系いいとこ取り、ちゃんぽん中世風ヨーロッパなので、通称ナーロッパです。まあこの辺は作画する上で何か資料を見なくちゃならないってなると、自分の近くの何かを参考にするし、ジパング人の想像するヨーロッパって大体イタリアのベネチアとかローマだから、ナロー系の建築って大体イタリア風なんだよね。これヨーロッパの建築とか好きなら、背景見ればすぐに、ああこれベネチアの建築背景に使ってるのねとかわかるので、ナロー系で水の都が出てきたら、ほぼその都の背景はベネチアです。